シネマ5の入り口シネマ5シネマ5ビスは大分県大分市府内町2丁目4の8の若竹ビル2階にある映画館。昭和天皇が崩御した日と同日の1989年1月7日に開館した。シネマ5がある府内五番街商店街、昭和30年代には大分県に140もの映画館があり、大分市中心部の府内町だけで、 大小20もの映画館や劇場があった。船井町の映画館は次第に減っていき、1980年代後半にはシネマ1 2 3 4五とセントラル劇場のみとなった。当時の大分市にはミニシアターが存在せず、短観系作品は映画サークルなどが映画館のスクリーンを借りて自主上映を行っていた。 シネマ後支配人のタイはじめは1976年に第1回ユフィン映画祭が初開催された祭のメンバーであり、第13回まで中心メンバーを務めた。1980年代末、2番館のシネマ子が閉館を検討した際に、府内5番街商店街のビルにある上映設備をタイが施設を譲り受け、1989年1月7日に名称を受け継いだ。 ミニシアターのシネマ5が開館。初回上映作品は、ベルリン、天使の歌だった。開館初日の1月7日朝には、昭和天皇が崩御したため、シネマ5は休憩中の音楽もなく、ひっそりと営業した。開館時の資金は390万円であり、年間130万円ずつ赤字を出しても3年間は、持つという資産だった。名を変更しなかったのは、 将来的な見通しが分からなかったためだという。開館から5年が過ぎた頃には、会員数が1000人を突破し、継続的に続けていく目途が立った。シネマ5開館から数年で、シネマ1.23.4の4館が閉館し、2010年には、シネマ5から徒歩1分ほどの距離にある、セントラル劇場も閉館。大分市中心部の映画館は、シネマ5のみとなった。 セントラル劇場跡地の一館をタイが引き継ぎ、2011年3月12日、シネマゴの二号館であるシネマゴビスを開館させた。開館前日には、東日本大震災が起こっている。2000年には、シネコンのシネフレックスが、2002年には、ティー・ジョイ・パーク・プレイス大分がそれぞれ、大分市南部郊外に開館した。タイは、シネマゴの支配人を務める傍らで、 別府大学芸術文化学科の講師を務め、朝日新聞を置いた鍵盤でコラムを連載している。支配人の代は教育者の山田泉と20年代の信仰がある。山田が亡くなった2008年11月20日は、偶然にも山田とチェリストの交流を描いた映画五円玉の上映最終日だった。2010年には学生を対象として、鑑賞料金を500円とする、 ムービースカラー制度を開始した。2010年2月13日には、文後高田市出身の瀬瀬隆久が監督した5時間14分の超大作ドキュメンタリーズの警察の公開を機に、瀬監督が舞台挨拶を行った。なお瀬監督は2011年に大部合同新聞文化賞、芸術文化賞を受賞。同年11月3日のヘブンズストーリー上映会では、 山崎箱、村上敦史と共にトークショーを行っている。2013年6月には、松本清張原作、野村義太郎監督作品を一挙に6作品、上演する特集上映を行い、砂の器、張り込み、鬼畜、影の車、疑惑、ゼロの焦点を、すべて 35mm フィルムで上映した。9月21日には、 日本の悲劇に主演した中台達也がシネマゴビスでの上映時にトークショーを行った。2013年には年間180本を上映した。2014年1月19日には目の不自由な人を対象として映画の生ガイドを行う上映会が開催された。2015年8月5日にはロビの監督と主演を務めた塚本晋也が舞台挨拶を行った。 2017年1月14日にはアニメ映画この世界の片隅にの監督を務めた片淵主治家が舞台挨拶で来館。また片淵監督のマイマイ進行と千年の魔法が同年4月1日から7日までアンコール上映された。シネマの支配人の大イはじめは全国のミニシアターの結束を目的として2003年に活動を開始した。 コミュニティシネマセンターで代表理事を務めている。発足当初は珍しい外国映画などの地方巡回を目的とするミニシアターの連絡会だったが2000年頃から NPO 法人などがミニシアターの運営に関わるケースが増え現在のコミュニティシネマセンターという形態に変化した。2008年には各地のミニシアターがシネマシンジケートを設立しタイは 副代表に就任。短間では配給が難しい良作を新ケート加盟館で上映してきた。2013年には静岡県浜松市のシネマイーラの呼びかけで制作された学体のうさぎをコミュニティシネマセンター加盟館が上映した。ありがとうございます。